こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。演奏に見た目は関係あるのかということでですね、黒田和義がいつも、まあ僕は三つ揃いのスーツを着てるんですが、その理由が9つあります。まあその話もしていきたいと思うんですが、まあこれはあくまでも僕の、考え方であって、すべての人に当てはまるわけではないし、絶対そうしようというふうに思ってるわけではないんですが、僕は僕なりに考えて一応スーツを着てる理由があります。よく聞かれるので、一回お話をしてみようと思って、この動画を作ってみました。よければ最後までご視聴ください。はい、演奏に外見は関係ありますかっていう質問をちょいちょい受けるんですけど、僕はズバリあると思っています。まあこの理由はまあ9つの理由でだんだんこう、まあ、僕なりの考え方が分かってくるかなとは思うんですけど、やっぱり基本的に音だけで良ければ家で CD で聴いてる方が絶対いいと思うんですよ。まあただ生の音を聞きたいなっていう人もまあもちろんいるから、ライブハウスに来るときっていうのはやっぱもちろん生の音を聞きに来るっていうのもあるんですけれど、やっぱり僕はジャズクラブっていうと、まあ昔のジャズクラブの映像を見てもやっぱりこうミュージシャンはみんなスーツ走ってきててですね、かっこよく演奏していて、でお客さんもみんなおめかしして、女性の方はドレスで、男性もスーツビシッてきて、なんかこうなんかバーボンなんかを楽しんでたりとか、こうワインを楽しんでたり、食事も楽しんでたりするっていう感じだと思うんですね。で僕もやっぱそういう雰囲気が好きなので、まあ僕は音が聞きたいときは別に服装がどうであれ関係ないんですけど、お客さんとして行った時にね。ただやっぱりそうじゃなくて雰囲気を楽しみたくて行く時もあるんですよ。そういう時はやっぱりミュージシャンがやっぱりこう T シャツみたいなので演奏してると、ちょっとがっかりするなっていう感じはしますね。なのでやっぱりこうお客さんっていうのはやっぱりこう音以外にも、やっぱ雰囲気とか、食事とか、まあお店の接客とかそういったものも全部含めて総合点で見てると思うんですね。そうやって考えると、こっちがちゃんとこうしっかりした衣装でお迎えするっていうのは非常にいいことではないかなっていうふうに思っています。まあこんな質問もよく受けます。いつも三つ揃いのスーツを着てますけどね、僕も中でベストがある、ドラムなのに動きにくくないですかっていうふうに聞かれます。めちゃめちゃ動きにくいです。でもですね、まあ動きにくくても着る理由ってやっぱあると思うんですよ。僕が三つ揃いスーツを着る理由その1としてはですね、やっぱり大事なお客さんに会うのに敬意を持っているから、だからやっぱり大事なお客さんと会うわけですから、ピシッとした格好でやっぱりお迎えしたいっていうふうに思ってるんですね。例えばこう大事な友人の結婚式に呼ばれました。スピーチもしてほしいって言われました。まあ、そしたらですね、僕は内面だけはいいわけだから、スピーチだけちゃんとやっていけば、動きやすいっていう理由で T シャツで行ってもいいと思いますか？その辺はね。例えば、荘厳な式で、まあ、ジャケットを脱いで、まあ、いわゆるそのネクタイも外した状態で、こう、ワイシャツこばーって開けた状態でスピーチしますかっていう話なんですよね。なので、やっぱり窮屈だけど、敬意を持ってジャケットを着てると思うんですね。つまり結婚式の時はできるんですけど、じゃあ大事なお客様、自分に対して、まあお金と時間を使ってそのライブを楽しみに見に来てくれてるお客さんに対して、やっぱりこう敬意を払っていれば、しっかりした服の装の格好をするっていうのは僕は大事なんじゃないかなっていうふうに思います。まあとはいえ、各有僕もですね、20代の頃とか本当 T シャツでライブやっててですね、ケイコリーさんに、あんたさ、そんな格好でライブすんなよって言って怒られたこともあります。あと、スーツ着るようになっても、冠婚葬祭のスーツなんか着るなよみたいなことを言われたことあります。その時は、スーツ着てるのにその何が悪いんだっていうふうに思ったこともあるんですけど、でもね、最近、この、スーツピシって着てるでしょ？そしたらケイコさんにですね、あんたスーツ着てかっこいいねって言ってくれるようになったんですね。で、なんでスーツが冠婚葬祭と違うのかっていう理由も後でお話します。はい。なぜ三つ揃いのスーツを着るのか理由その2ですね。ジャケットを脱いでも清掃感があるからです。まあ、いわゆるこう、ドラムってやっぱりこうジャケット着てるとやっぱちょっと窮屈ですよね。なのでやっぱ暑い時もあるんで。でもこう脱いだとしてもベストを着ているとそんなにラフな感じはしないんですね。やっぱ清掃感があるんですよ。だから大学に行く時もですね、僕は必ず夏の暑い時でもなんで三つ揃いなんですかって言われたりするんですけど、やっぱり大学の門をくぐる時っていうのはやっぱ僕は荘厳な感じがするし、ピシッと引き締まって入りたいということでですね、どんなに暑くてもちゃんとジャケットを着て、まあ中に入っていきます。まあ別に中に入るまでって3分か4分ぐらいまでの時
間なので、で自分の部屋に入ったらもうジャケットはもう帰るまでずっと脱ぎっぱです。でもその授業をしている時に、ね、この状況ってやっぱ清掃感あるじゃないですか。だから演奏中もできるだけジャケットはやっぱり皆さんに対する敬意で払いたいんですけど、汗たくになる時があって、その時はジャケットをちょっと脱がしてもらいます。まあ、ジャケット脱ぐ時がいいんだよねっていう風に言ってもらうこともあるんですけど、まあそういった感じも演出できるのかなと思って三つ揃いにしています。なぜ三つ揃いのスーツを着るのか、その理由その3ですね。まあ、動きにくいからこそ所作がエレガントになるっていうことですね。これはあの窮屈っていうのをマイナスって捉える人もいると思うんですけど、窮屈だから大人っぽい動きになるんですよ。これは僕はローランドさん、ホストのローランドさん、この人の本ですね、めちゃくちゃ良かったですね。これもなんとなくこうおすすめ出てきたからなんだろうと思って読み始めたんですけどね、もちろん本買って読んだんですけど、まあ彼はもうすごい努力家でですね、もう非常にいい本ですね。家でもタキシードを着ると、なんでかっていうと、まあ、彼がやっぱ実家に帰った時に3日間オフがあって、その間ずっとスウェットで過ごしてたんですって。で、そしたらやっぱりこうお店に来てタキシードをまた買ってきた時に、どうも決まらない。なんか顔とかもふにゃっとしてるし、なんかこう服がうまく決まらない。で、まあよく考えてみると、やっぱスウェットで過ごしていくと、やっぱりだらっとした体、だらっとした顔になるんですって。まあそれすごくよくわかります。だから、大人っぽい所作、僕もいい歳ですからね、大人っぽい男になりたいので、そうするとやっぱりこういう制限があることによって、普段からの所作が大人っぽくなる。やっぱり、とことこ、パタパタ走らない。ね、やっぱり靴とかもちゃんと革靴で手入れした靴だと、コツ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 ってゆっくり歩くのが気持ちいいんですよ。そうすると、ペタ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 っていう風には歩かないようになるし、動きもなんかこうちょこまか動かない。やっぱり窮屈だから、やっぱりゆっくり動く。やっぱこれすごく大事ですよね。そうするとやっぱりそのスーツに似合う男になっていくって僕は思ってるんですね。で、まあ靴の手入れをするってことですね。彼はすごいんですね。お父さんがギタリストですね。で、お父さんにこうギターのチューニングとかは弟子にやらせばいいんじゃないのって話をしたら、これは俺の商売道具だ。これでもし調弦が狂ってたりとかしたら、俺はあいつのせいにしてしまうじゃないか。俺はこのギターは全部自分の手でちゃんと管理して、絶対に人のせいにしたくない。なので自分の仕事場のものは全部自分で管理するんだっていう話をして、彼はまあ自分のホストとしてですね、靴っていうのはもうやっぱりすごい大事だと。おしゃれって足元からって言うじゃないですか。まあなので、靴を必ず瞑想のように毎日ゆっくり磨く。それが瞑想の時間になっているんだ。かっこいいんですね、言うことがね。で、まあ僕も靴はですね、まあ前に断捨離をしっかりしましてですね、靴はもう、革靴3足と、で、スニーカータイプが3足の6足しか持ってないんですね。とにかくこう、綺麗に手入れする。で、革靴ってね、めちゃくちゃ長持ちするんですよ、いいの買うと。まあ本当に1万2万じゃなくてね、ちゃんとした革靴を買っておくと、もうお直しもちゃんとできるようになってるし、磨けば磨くほど味が出てくるし、なので僕も本当に5年以上靴って買い替えてないですね。その靴とか服ってそうなんですけど、やっぱりこうお手入れをしていくんですね。その時にこう靴なんかも毎日同じ靴行くとくたびれが早いので、やっぱり必ず24時間以上休ませてあげるっていうのが大事なんですね。で、靴はまあおすすめはシューキーパーっていうのがあって、こういう、こう木のこの靴型のやつを中にキュッて入れてグッてこう引っ張るんですね。そうするとこう形が常に綺麗に保たれるんですよ。革靴ってふにゃってしてくるんですけど、それやるとこういつもシュッとしてくれてるって感じですね。必ずシューキーパー、木製の方がいいんですよ。汗吸ってくれるので、必ず帰ったらそれを入れておいて、まあ夜寝る前か朝起きた時に必ず、クリーム塗って、まあささっと磨く。クリーム塗らない時も必ずブラシをするという形ですね。それでちゃんとこうローテーションしていくと、もう靴なんてここずっと買ったことないですね。で、やっぱちょっとラフな感じでジャケットだけ着て、こうスニーカーで行きたい時なんかもあるじゃないですか。だからスニーカーもちょっといいのを買っていて、そういう時はなんか T シャツでジャケットだけ羽織って、スニーカーで行くとか、スニーカーもいいスニーカーだとね、スーツ三つ揃いにぴったりこう負けないんですよ。だから負けないタイプのスニーカーを一つ必ず、持ってまして、そのスニーカーでまあ行く時もあります。だからラフな感じを演出したい時はそういう風にしたりとかします。まあ靴ってね、やっぱすごい大事ですよね。その
ローランドさんが、このインタビューを受けたときに、靴がいろんな場所に連れてってくれますもんねって言われたんですね。そしたら、まあ、彼もまたその上手を言っててですね、俺が靴をいろんな場所に連れてってやるんだよっていうふうに言ってて、まあ、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。これね、オーディブルでもあるんですよね。で、オーディブルは本人さんがずっと、朗読してるんで、僕、オーディブルさんでも、本でも読みましたけど、非常にいい本だと思います。なかなかこう、あ、こんなこと考えてるんだ。やっぱりさすがに違うなと。で、まあ彼のYouTube があって、接客なんかを見たんですけど、ああ、この人の接客、やっぱりこれは花があるし、一回もう男でも接客受けてみたいなと思うような接客でした。いや、素晴らしい人だと思います。ローランドさん、ぜひ皆さん読んでみてください。なぜ三つ揃いのスーツを着るのか、その理由その4ですね。まあ僕はスーツってオーダー、全部オーダーなんですね。で、これがさっき恵子さんが言ってたやつで、冠婚葬祭ってやっぱりこう、まあ、学生じゃないですけど、ちょっとダボダボ目を軽くじゃないですか。で、ダボダボのスーツってやっぱかっこ悪いんですよね。で、スーツってやっぱピシッとこう、体にフィットしてる。だからもう完全に、今ね、オーダーめちゃくちゃ安いんですよ。オーダーってね、もう2万ぐらいでできちゃうんですよ。まあ、既製品より安かったりとかするんですね。なんでかというと、既製品って売れないのもたくさん作るじゃないですか。でもオーダーって、オーダーされてからしか作らないので、生地がそんな余らないじゃないですか。なので結構安くできるんですよ。で、まあ、いい生地を使うとやっぱり5万から10万ぐらいかかりますけど、まあ、僕も20万ぐらいのやつも一つ作ったりとかしてますけど、まあ、5着ぐらい作ってずっと着回してます。着回してるとですね、さっき言ったみたいに、ちょっとラフな、こう、飲み会なんかがあった時には、やっぱりこう、ネクタイ締めていくのもちょっとみんなネクタイじゃないのにちょっと申し訳ないなと思うと、中 T シャツで、ちょっといい T シャツを着て、で、ジャケットを羽織って、で、まあ、スニーカー履いて。そうすると、ジャケットだけで、なんかこう、やっぱりジャケットだけでもやっぱり他とやっぱりちょっと差がつくというか、やっぱりなんかこう、ちゃんとしてるねって言われたりするんですよね。ネクタイとですね、まあ、インナーのシャツですよ。で、この辺が5着ずつあって、で、まあ、タイピン僕ちょっといいのを持ってるんですけど、で、まあ、靴をきっちり。で、まあ、全部ちゃんとお手入れします。特にスーツに関してはですね、必ず家に帰ってくるとハンガーにかけて、ズボンもこう、パッてハンガーにこう、パチって止めてかけてですね。で、スチームアイロンってやつがシュワーっていうのがあるんですけど、やっぱり自分のものですから、これは自分で手入れするっていうふうに決めたので、まあ、ひゃーっとこう、綺麗にやってあげるんですよ。そうすると、まあ、高熱ですから、もちろん雑菌とか匂いもちょっと消しますし、で、それかけてる時にシミがあると、まあ、クリーニング出したりとかして、とにかくチェックするんですよね。靴とかもそうですね。かかとすり減ってきたなって言ったらお直し出すし、だから、放置しとくともうかかとがもうお直しできないぐらいすり減ってることもあるので、やっぱ毎日こう、磨きながらこう、今日もお疲れ様みたいな感じで、こうやって磨いてあげると、やっぱりこう、物ってすごいこう、自分に返ってくるというかね。なので、タイピンとかもちゃんと所定の場所に綺麗に、ネクタイもちゃんときちっと丸めて、まあ、プレスするときもあるし、それでちゃんと、まあ、いつもお手入れしてます。まあ、ピシッとしてるねっていうのは、やっぱ、お手入れをしてる感じっていうのがすごい大事なんですね。だから、こう、イケメンって世の中もいっぱいいて、で、僕なんかもこう、皆さんよく言ってくれることもあるんですけど、僕なんか全然イケメンじゃないですからね。イケメンっていうのは、まあ、僕雰囲気イケメンなので、だからこう、こういうのを常に着てると、やっぱ、オーラとか所作とかが、やっぱりこう、大人っぽくなっていくんだと思うんですね。で、髪型と服装をきっちりして、で、やっぱりこう、動きがちゃんと大人っぽければ、やっぱりこう、かっこよく見えるんですよ。で、その、顔の作りっていうのは多分、もうその、100点満点でして多分10点ぐらいしかないんですよね。多分髪型で半分ぐらいいって、で、スーツとかその、動きとかそういったもので多分4割ぐらいいって、多分それでも9割だと思うんですよ。だからそれって後天的なものばっかなんですね。だから先天的な顔の作りっていうのはそんなですね。だから眉毛をちゃんと整えるとか、無駄毛をちゃんと剃っているとか、髪の毛はいつもちゃんとセットしているとか、やっぱりこうスーツでこうやって着てプシッとしているとか、そういったところだと思うんですね。なので、まあ、イケメンはいいよねとかって言われるかもしれないけど、僕イケメンじゃないですからね。なので、やっぱりこう、体がちゃ、例えばこう、ちょっとこう、ふくよかな男性の方なんかも、まあ自分にピタッと着たスーツ、オーダースーツ着てて、かっこいいですから、で、まあもちろん鍛えて、そうやって絞れるんだったら絞った方がよりかっこいいとは思うんですけど、やっぱり自分に合ったものをちゃんと、お手入れして持ってるっていうのがすごい大事だと思います。
はい、なぜ三つ揃いのスーツを着るのか、理由その5ですね。体型を維持しないといけないですね。一回スーツ、オーダースーツ買うと、なんかそんなに太ると全部着けないよ。5着あるのに5着とも全滅するわけじゃないですか。なので、やっぱり基本的に体型維持では気をつけてますね。やっぱり一時期15キロぐらい痩せた時期があって、まあ、筋トレをしたりとか、もちろん食事制限とかもしてるんですけど、やっぱりまあこの年になってくると、やっぱ食事制限しないと、やっぱ体調にも悪いですからね。なので体型を維持するっていうのはすごい大事です。ものすごいガリガリ買ってたら、ちょっとこの辺お肉あったりとかするんですけど、それあんまり痩せすぎると良くないっていうのもあって、ただもうちょっと太って危ないなと思ったらすぐ食事制限をするようにしてますから、そうやってこうキープすることもやっぱり大事ですよね。そうやってキープすることによってやっぱりこう集中力って増していくと思うので、やっぱ体型を維持しないといけないっていう、まあ背水の陣ですね。服どれも着れなくなるじゃんみたいなのはやっぱりちょっといつもあって、特にねベストって太るとここシワシワになっちゃうんですよね。座ってるとここパツンパツンになってですね、一回言われたことあるんですよね。あんた、ベスト着るんだったらもうちょっと体型維持しないとって言われたこともあって、ああ、そうだよなと思って、だいぶ戻してましたけど、まあこの辺ですね、もうちょっと頑張らなきゃなとは思ってますが、まあ体型維持としないといけないっていうのも、これも、やっぱりお客さんが見た目にいいと思ってもらうためにも、まあだらだら太らないようにしようとは思っています。理由その6ですね。第一印象で音に集中してもらう。これすごい感じますね。やっぱり僕今までスーツ、まあそれなりにジャケットは着てたんですけど、ちゃんとこうネクタイして、ネクタイピンして、もうビシッとして、三つ揃いのスーツ着るようになってから、終わってからね、お客さんにドラム良かったよっていう声をかけてもらいやすくなったんですね。やっぱまあビシッとしてるから喋りやすいっていうのもあるのか、まああとまあ常にニコニコしようと思っているので、ニコニコ。まあでも演奏の後結構疲れたかもしれないですよね。もう集中力使いすぎてるから。でも終わった後にね、わざわざドラムのとこにまで来て、ドラム良かったですとか、初めてジャズ見たんですけど、ドラムってめちゃくちゃいいんですねって、まあかなり言ってもらえる率は上がったんですね。まあ演奏力があったのかもしれないですけど、でもまあ多分このスーツ着たりとかしてるから、音にもやっぱり現れてるのかなみたいなとこもあったりとか。まあ、やっぱりこう、ピシッとしてると、やっぱりこう目が行くじゃないですか。だからこの人、ちゃんとしてるからちゃんと聞いてあげようっていう、やっぱり意識は絶対働いてると僕は思ってるんですね。やっぱり第一印象で音に集中してもらえるってすごい得じゃないですか。なので、まあ、スーツなんてね、ほんと、パッと買って着るだけですから、それでやっていきたいなっていうふうにいつも思ってます。はい、理由その7ですね。まあ、演奏の点数アップは10年がかり。ですね、初心者0から60点っていうのは、まあ、ほんと2年ぐらいでパッパッパッパっていくんですよ。で、60点から人生かけて100点に近づけていくんですけど、まあ、80点ぐらいから点数上がらなくなるんですよ。本当にね、もう点数1点上げるのに10年がかりだったりとかするんですよ。もう本当にこう毎日すごい演奏してすごい勉強して一生懸命やってやっと1点2点上がってきたなっていい印象で、100点にはまだまだ程遠いっていう、まあ感じにすごいなってるんですね。でもね、スーツっていうのは買って着るだけなんですよ。で、スーツって、まあ、どこでも大丈夫じゃないですか。だから、今の流行りとかもあんま追わなくていいし、めちゃくちゃ楽じゃないですか。だから買って着るだけだし、こんな努力っていうのは多分ほとんど、もう、お店行って1時間もすれば、スーツ買ってきて、あと、ま、当日取りに行って、で、ピシッて着ればいいだけの話なんで、もう、これでですね、もう、0点っていうところから80点、90点のあっという間に取れるんですね。で、むしろお金もそんなにさっき言ったみたいにかける、要は高いスーツ着ればいいっていうわけじゃなくて、ちゃんとお手入れしてきっちりした服を着てれば、別にこの僕のスーツってその高くはないですね。で、まあ、逆にこういうネクタイとかはちょっと高級なものも手が届くじゃないですか。だからネクタイとかタイピンとか、こういう小物系はやっぱりちょっとお金をかけてます。でもそれってずっとなくならないんで、これってもう多分一生ものだと思ってますね。スーツももうほぼほぼ一生もんかなとは思ってはいますけど、まあ、ちょっと何点か変えていくかなっていうぐらいですよね。靴もやっぱりこうきっちり使えばもう一生もんになりますよね。なので、靴なんかもやっぱりですね、どこでも使えるやっぱストレートチップみたいなこう、ね。この先の方がこう、ストレートになってるやつは、もう観光総裁何でも、どんな場所でも OK ですから、そういったものの黒を1個持っといて、あとはちょっと遊びのついたやつ、で、ドレスシューズみたいなのも持っててもいいのかなとは思うんですけど、そういう意味ではですね、もう、ほぼほぼここ10年ぐらい服とかあんまり僕買ってないですね。でも
十分その10年近くずっと使えてるし、まだまだ全然使えるんじゃないかな。もちろんまあクリーニング出したりとかね、そういったのではお金はかかるんですけど、なんかこう新しいこうブランドを追わなきゃいけないっていう、そういったものはもうないので、こういった形ではもうスーツを買って着るだけでこんだけ点数が上がるじゃないですか。総合得点、お客さんからするともう服装見た目で10点で演奏10点で20点満点だとすると、こっちはもうなかなか上げようがないんで、こっちポンって上げればいいじゃないですか。なのでこうやっぱりちょっとこう若手でね、女の子とかで見た目いいとお客さんいっぱい集まってみたいなね。でもそういうこう彼女たちはすごく努力してるわけじゃないですか。そういうこう女の子ってめちゃくちゃこう努力してますからね。やっぱり自分の見た目をすごく一生懸命気にして、もう金もかけて時間もかけてやっぱりそのキープされてるので、そういう努力はしてるわけじゃないですか。でもミュージシャン T シャツできたらこれ0点じゃないですか。で演奏がもし100点だったとしても結局50点、総合すると半分のしか点数取ってないですからね。そうすると、やっぱスーツパシッて着るだけで点数がガーって上がりますからね。やっぱり、かっこいいスーツ着て、ジャズミュージシャンがもう当たり前のように演奏していくと、何かこう、ムーブメントが起こるんじゃないかなって僕はちょっと思ったりしてるんですよね。やっぱりこう、お客さんって言わないですけど、やっぱり見た目でがっかりしてる時っていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。はい、理由その8位ですね。スーツ着るとね、気持ちが引き締まるんですよ。やっぱりこう、ピシッとこう、なんていうのか、圧迫されるんで、なんか仕事をするときに、あ、いいなって感じがするんですね。僕、パソコン仕事するときも結構ネクタイ締めてやるんですね。家の中でもね。で、もう要はだからその、もう仕事モードだよっていう形にもうパッて切り替うことができるんですよ。やっぱこれで、マッサージチェアでこうのんびりしてると、だからやっぱソワソワするんですよね。で、やっぱりこう、シワにならないかなとか思ったりとかするんで、やっぱりこう、ね、それだったらもうラフな服に着替えようって思うじゃないですか。なので、やっぱスーツ着てる間はもう仕事モードだよっていうことで、引き締めるためにはやってますね。なので、演奏するときもやっぱスーツパシッて着ると、やっぱかなり集中できるっていうところは絶対あると思うんですね。なので、スーツを着ると気持ちが引き締まるという理由でも着てます。はい、理由その9ですね。まあ、年齢的にそろそろスーツを着こなせる男になりたい。僕は憧れてるのはニコラス・ケイジさんとかですね、トム・クルーズとか、もうあの年60なのこの人って思うぐらいかっこいい。もう体型もね、むちゃくちゃ締まっててですね。なので、まあ僕も頑張って筋トレしてますけども、なかなかあそこまではいかないですよね。で、彼がスーツ着るとめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、動きもやっぱり男らしいんですよね。やっぱりこう、普段からスーツ着てたりとか、いい服着てるなっていう感覚がすごいするんですね。なのでやっぱりこう昔はやっぱりこうラフな格好で草履みたいな靴でペタ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 って歩いてたんですけど、やっぱりこうスッとスーツを着てですね、でこうコツ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 ってかっこよく歩きたい、ゆっくり大股で歩いて所作もなんかこうちょこまかちょこまかせずに、なんかこうなんだいみたいな感じでやっぱりこう男らしくいたいなっていう風に思っています。なのでまあスーツを着こなせる男になりたいという意味もあって、まあそろそろ毎日毎日スーツ着てると、だんだんスーツが似合う男。やっぱりね、スーツって着慣れないと動きとかもやっぱスーツに合わない動きをすると思うんですよね。なので、やっぱこっからですね、もうこう、まあ、60、70、80って迎えた時に、どんどんかっこよくなるね、みたいなね、そういった、まあ、男性に憧れますね。まあ、やっぱスーツバシッと着たジャズメンってやっぱりかっこいいじゃないですか。やっぱ先輩としてもですね、お客さんに敬意を持って、こういう風にやってるんだよっていう風に言えるような男でいたいし、まあ、スーツがめっちゃ似合いますねっていう風に言われたいなという理由でも来ています。はい。以上ですが、まあ服装は自分のためではなく相手に対する敬意だと僕は思います。だって服装ってこうやって着ててもですね、こう見えないですよね、自分にはね。自分には全然見えないです。結局外から見るためのものじゃないですか。なので、まあこう車でもそうですけど、なんかこう外見だけ良くて中ボロボロの人もいれば、なんか中身だけすごくいいんだけど外ボロボロの人もいればみたいな。でもやっぱりこうそれ相応にやっぱり中身も外見もちゃんとしてたいなっていう風に思うんですよね。外見を整えると内面も変わっていきますね。だから服なんてどうでもいいじゃん、内面だけ良ければいいじゃんって言うけど、他人はねそんなに他人のことに対して興味あんまないのです。内面を分かるようなところまで時間を取ってくれないですし、何より一つ言いたいことは、要は中身が良かったら相手に対する見た目っていうのはまあ別にどうでもいいというような内面なんですよ。だからもうそれも内面になってるんですね。なのでやっぱりこう
きちっとした服で人に接するっていうのはすごく僕はかなり気をつけてますし、やっぱりこう常にやっぱりこう相手ってまあ男性から見て若い女の子で可愛くてすごい服装ちゃんとしておしゃれだったらやっぱかっこいいじゃないですか。やっぱ可愛いなと思うし、実際こうなんかそれを見ただけでなんかいいなーって思ってこうちょっと幸せになるでしょ。それはあの男性でもそうだと思うんですよ。で特に僕はですね、やっぱりこう演奏終わった後に女性にこう言われるより男性にね、良かったよとか、いい、かっこいい、もう見た目がかっこいいっていう風に言ってもらうんですね。これ絶対顔のことじゃないんですよ。絶対こう服装とかその所作のことだと思うんですけど、そういう風に言ってもらえるんです。それってめちゃくちゃ嬉しいですし、やっぱ相手に対してこういいなって思わせるっていうのは、これはプラスじゃないですか。相手に与えるギブなので。相手にいろんなもギブをしていかないとやっぱ自分には返ってこないですから、やっぱりピシッとした格好で笑顔でいるとか、ゆっくりした格好で落ち着いた人間でいる男でいるっていうのはやっぱ僕の憧れでもあるので、そういったところを気にしてやってますね。なので別にこの音だけ良ければ T シャツでもいいっていう考え方は僕もずっと20代30代の頃も思ってましたし、だからそういう意味では別にそれを自分もやっといてっていうところですから、なので別に強要する気も全然ないんですけど、やっぱりこう、お客さんに対する考え方、やっぱりこう、ミュージシャンってどうしても音楽のこと考えてて、やっぱりお客さんのことやっぱ見てないことが多いと思うんですね。結局、どんな仕事でもどんな商品でもそうですけど、やっぱお客さんの目線でやっぱり物事を見てあげるっていうのはすごく大事だなと。僕もやっぱビジネスセミナーとか行って、こういうことをやっぱスーツもちゃんと着るんだよっていうふうに教えられて、なるほどなってやっぱり腑に落ちて、ローランドさんのやつ本を読んで、なるほどなって腑に落ちて、やっぱり絶対そうやってやろうって決めたので、決めたら僕はもうずっとやっちゃうタイプですから、こういうふうにスーツバシバシ着てやっております。なんか夏でも、三つ揃い着れるように、夏用の、三つ揃いのスーツも買ってあります。ものすごい通気性良くてね、意外と涼しいんですよ。まあ暑いですけどね。でもそれでも、やっぱりこう、冬用の、まあ、年中着れるやつよりも随分いいので、夏用のスーツを一着、ね、ちゃんと持っていて。で、それ以外のちゃんとスーツをしっかり持っているということですね。全部ちゃんとオーダーなので、全部体にぴったりフィットした形なので、スラッと見えるし、シュッとして見えるし、なんかこう、なんかピシッとして見えるみたいな。これ、擬音ばっかりですけど。っていうような感じで僕は考えていますので、皆さんもどうですかね。服装に対しての意識っていうのは、僕もやっぱりすごく無頓着な方だったので、でも変えると、周りがどん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 変わっていくし、周りの態度も変わっていくんじゃないかなって。で、そうすると楽しくなってくるんですよね。だから女の子もそうだと思うんですよ。可愛くしてるとみんながやっぱチヤホヤしてくれるし、やっぱ楽しいんだと思うんですよ。可愛くすればするほど、やっぱり向こうがいろんなものをギブしてくれる。で、男性もそうだと思います。きっちりしてて、なんかこうシュッとしてると、やっぱりかっこいいなって思われるみたいな。だからそういう雰囲気で見られるのって楽しいし、で、ましてや僕ら演奏なんか見られる仕事じゃないですか。やっぱりこう、ピシッとして、こう、ジャムセッション行くのにやっぱ楽な格好じゃなくて、ピシッとジャムセッション行くのにもね、こんな格好してたらやっぱりこう、差別化できるじゃないですか。あいつなんかちゃんとしてるな、みたいな。で、演奏フォローみたいな感じでも、やっぱりね、ちゃんとしてるとね、なんかこう、手伝ってくれる人とか助けてくれる人がいっぱい出ると思うんですね。なのでやっぱそういった形でも僕は服装とかそういったものを常にいつもお手入れしている、そういう男性でいたいと思っています。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。